二成分毒素、または二元毒素とは、標的細胞に結合する B 成分と B 成分に結合して細胞内に侵入し毒素活性を示す A 成分からなる外毒素である。炭素菌の防御抗原と相動性のある5種類の毒素タンパク質が知られている。リフィシル菌の CDT、ボツリヌス菌の C2 毒素、ウェルシュ菌のヨタ毒素、スピロホルム菌ヨタ毒素様毒素、 セレウス菌とバチルスチューリンゲン質スの昆虫殺虫性タンパク質のそれぞれの B 成分が相当性がある。これらを防御抗原ファミリーという。防御抗原ファミリーの2成分毒素のうち、クロストリジウム属のディフィシル菌の CDT、ボツリヌス菌の C2 毒素、ウェルシュ菌のヨタ毒素、スピロホルム菌ヨタ毒素様毒素のそれぞれの A 成分は、 ADP リボシル化酵素活性を持つ2成分、毒素である。防御抗原ファミリーは B 成分のみであるが、A 成分も合わせて記載する。炭素菌の外毒素は、防御抗原、不朱因子、致死因子の3つが知られている。不朱因子と致死因子が毒素の本体であるが単独では毒性を持たない A 成分で、防御抗原が B 成分である。 三つの毒素が強調して働くことから三、成分毒素と呼ばれるが、防御抗原と不主因子、防御抗原と致死因子という二成分毒素が二つある。炭素菌の微生物学炭素菌は、炭素の病原菌として1876年にコッホが分離した。この発見によりコッホの四原則が確立した。ついで1881年にパスツールが、 炭素菌の弱毒性菌による家畜用炭素ワクチンの実用化に成功した。ホッホの4原則とワクチンの創生は細菌学の歴史においては非常に軽重要である。皮膚炭素の場合、病変部に炭のようなかさぶた側ができる。これが炭素と呼ばれるゆえんである。炭素菌はその病原性、画法の耐久性と培養、運搬、散布の容易さなどから 生物兵器として研究されてきた金の一つである。生物兵器としては1950から1960年代にアメリカで兵器化され、イラクや旧ソビエト連邦で保有された。1979年旧ソビエト連邦のスヴェルドロフスクで陸上生物施設から炭素菌の画法が漏洩いし、96人の患者が発生し、少なくとも64人が ハイ素で死亡した。2001年9月にはアメリカで炭素菌の画法を混ぜた白色粉末輸送による生物テロが起こった。このバイオテロによりアメリカでは10人の患者が発生しそのうち2名が死亡した。炭素菌は主に草食動物に感染する。肉食動物、雑食動物の感染例は少なく、鳥類、爬虫類、魚類の感染は 極めて稀である。実験動物ではマウスが最も感受性が高く、ついでウサギ、モルモット、ラットである。炭素菌は典型的な土壌菌で環境中で画法体として長期間生産し、動物に感染を繰り返す。画法体が感染サイクルの中心となっている。画法体が生体内に侵入すると、マクルファー自内に速やかに取り込まれ発芽する。 発芽と同時に、炭素菌は増殖し、同時に毒素によるマクルファージの誘拐が起き、菌体は血流へ放出される。その後、病原因子の盛んな発言を伴いながら炭素菌は爆発的に増殖し、酸質毒素によるサイトカイン酸質が誘導され、最終的に生体はショックにより、死に至る。感染した動物の血液、体液、死体などが土壌や体表を汚染し、 空気に触れると栄養型は再びが包帯となり、屋外に放出され、地表を汚染する。炭素菌は、このような感染サイクルを繰り返し、炭素菌汚染地帯を作る。人は、炭素症に罹患した家畜との接触や、炭素菌の魔法に汚染された家畜の肉、排泄物などから感染する。人から人への伝染はなく、患者の隔離は必要ない。 人では三つの主な感染経路がある。すなわち、皮膚、呼吸器、消化器を経て感染し、それぞれ皮膚炭素、肺炭素、腸炭素を起こす。炭素症例の95%以上は、皮膚炭素である。汚染されたウールや毛皮などの取り扱い中に、露出部の手、腕、頭などの総称から菌、または、画法が侵入して、2から3日の潜伏器を置いて、 かゆみのある皮膚球診、ついで水泡となる。その中心部はエシシ、乾燥して黒いかさぶた側ができ、その周囲には不死と皮下出血による赤紫色の水泡を伴う。無痛性であり、悪性脳胞と呼ばれる。重症例では、肺血症や髄膜炎を起こし死に至る。未治療の死亡率は20%である。排炭素、または吸入炭素は注意し 牧畜業者、毛皮取り扱い者などが画法を含む人肺を吸入して起こる。画法は肺胞に達し、肺胞のマクルファージに鈍食され気管支粘膜下、及び重核のリンパ節に運ばれ、リンパ節主張を起こす。菌は、マクルファージの食法体内で栄養型となって増殖し、胸膜を作り、少なくとも3種類の毒を産出して、細胞を破壊し、 栄養型の炭素菌を周囲に広げる。1から6日の潜伏期を置いて、発熱、筋肉痛、頭痛、空咳、軽度の胸部不快感などの風邪様症状で始まり、急速に進行して、高熱、呼吸困難、全チ血ノーゼ、ショック、髄膜炎を引き起こす。急性呼吸切迫症状が24から36時間続くと、 どのような治療によっても95から100%が死亡する。ワクチンが推奨されて、西ヨーロッパでは職業病としての肺炭素は激減している。肺に吸入された菌は速やかに重核リンパ節に移動して出血性重核炎を起こし、菌は肺にはほとんどとどまらない。そのため胸部 X 線像からは肺炎は認められない。 重核炎による重核の拡大像が診断上、重要で、種病変が肺ではないので、吸入炭素と呼んだ方が適切である。超炭素は、罹患動物の肉に含まれている化法を摂取して起こる。悪心、食欲不振、嘔吐、初発症状として、ついで発熱、腹痛、治症嘔吐、重症の下痢を伴い、20から60%という高い致死率を示す。 防御抗原と、その他の病原因子炭素菌外毒素の作用基調炭素菌の病原因子は、胸膜形成能と毒素酸質能である。胸膜形成能は9 0キロビットのプラスミドプキソニに,に支配されており、胸膜は酵色菌因子として働く。このプラスミドは40度の高温で培養すると、脱落しやすく、菌が弱毒化する。毒素は3種類が知られている。 動物に一過性の神経、心臓血管機能障害を起こす防御抗原、不主形成と致死作用を示す、不主因子、致死因子である。これらの毒素遺伝子はいずれも約1 8 0キロビットのプラスミドプキソ1乗にある。不主因子と致死因子が毒素の本体であるが単独では毒性を持たない、酵素成分で防御抗原が結合成分である。 三つの毒素が強調して働くことから三、成分毒素と呼ばれるが、防御抗原と不守因子、防御抗原と致死因子という二成分毒素が二つある。防御抗原は、プラスミドプキソ一乗のパグ遺伝子に高度される。成熟タンパク質は735アミノ酸からなる。菌より分泌された、防御抗原は、細胞の炭素菌毒素需要体に結合する。 ATR は、1型膜タンパク質の一種で、フォンイレブランド因子 A ドメインを細胞外に持っており、このドメインに防御抗原が直接結合する。受容体に結合した防御抗原は、細胞表面の風林などのプロテアーゼによって19桁断片と63桁断片に切断される。PA63 は7両体を形成し、ポアセン具体が構築される。 このポア線具体に、不守因子、または、致死因子が結合するとこれらの毒素が細胞内に取り込まれる。X 線による三次元構造解析から、防御抗原は平べったく、ひょろりとした構造で4つのドメインからなり、ベータ構造が多く、ヘリックス構造が少ないと推定された。ドメイン1は1から258番目までのアミノ酸からなる領域である。酵素成分である、 不臭因子や知死因子との相互作用に関わる。162から174領域内にあるループ構造によりさらに2つに分けられる。このループ内にはトリプシンや風ンなどのプロテアーゼで切断される164から167番目のアミノ酸配列があり、PA63 を算出するための構造を有する。ドメインには259から487番目の アミノ酸からなる領域である。ドメイン2は PA63 による7両体の中心を形成するマック侵入領域である。ドメイン3は488から595番目のアミノ酸からなる領域である。最も小さなドメインでオリゴマー形成に関わると予想されるが機能がよく分かっていない。ドメイン4は596から735番目の アミノ酸からなる領域でレセプター結合部位である。不主因子は PA63-7 両体でありポアセン具体に結合することで細胞内に取り込まれる。エンドソームの酸性化によりポアセン具体はエンドソーム膜に入り込み膜に穴が形成される。不主因子はこの穴を通って宿主細胞室内に侵入する。不主因子は ADP リボシル化酵素活性を持つ。 シン子は PA63-7 両体でありポアセン具体に結合することで細胞内に取り込まれる。エンドソームの酸性化によりポアセン具体はエンドソーム膜に入り込み膜に穴が形成される。シン子はこの穴を通って宿主細胞室内に侵入する。シン子はメタロプロテアーゼ活性を持つ。最終的に組織の出血、エシを起こす。 クロストリジウムディフィシルは、疑膜性腸炎、クロストリジウムディフィシル腸炎の原因菌として知られている。その病原性には、毒素 A と毒素 B が関与することが知られている。ディフィシル菌の消微、ナップ1、027型が持つ二成分毒素として CDT が知られている。A 成分が CD タで B 成分が CDTB である。CDTB は、 ウェルシュ菌ヨタ毒素の IB やボツリヌス菌の C2、毒素の C22 など他の ADP リボシル化、酵素活性を持つ2成分毒素の B 成分と36%程度の相当性を持つ。ドメイン1が酵素成分との結合、ドメイン2が膜侵入領域、ドメイン3がオリゴマー形成、ドメイン4が細胞への結合へ関与している。ドメイン4は ウェルシュ菌のヨタ毒素とスピーロフォルム菌、ヨタ毒素様毒素とは、相当性があるが、ボツリヌス菌の C2 毒素とは、相当性がない。ディフィシル菌の CDT リージョン上に行動されている。装備、ナップ1、027型では、TCDC の欠損があるために、菌自体が毒素の酸質をコントロールできず、トキシン A の酸質量が16倍。 トキシン B の産出量が23倍に更新している。このため CDT 自体の病原性に関しては不明な点が多い。CDT の受容体はウエルシュ菌のイオタ毒素と同様に LSR である。LSR は肝臓、小腸、大腸、肺、腎臓、副腎、清掃、卵巣を含む多くの組織でこう発現している。 イルドル2とイルドル3は LSR と30%ほどの相当性を持つがこれらが CDT の受容体であるかは疑わしい。また、LSR 以外に CD44 も受容体である可能性が示されている。ボツリヌス菌は土壌や河川、湖畔に存在するクロストリジウム属の細菌である。神経毒であるボツリヌス毒素で知られている。ボツリヌス毒素は コリン作動性抹消神経に採用し、アセチルコリンの有利を阻害することにより麻痺を引き起こしボツリヌス症を起こす。ボツリヌス毒素の抗原性に基づいて AH の8型に分類されている。人のボツリヌス症の原因となるのは A、B、E、F であり、アメリカでは A 型、ヨーロッパの大半では B 型、北ヨーロッパの一部と日本では E 型が多い。C 型と D 型は、半数動物のボツリヌス症の原因となる。抗原には違いがあるが、ボツリヌス毒素は、薬理学的には同一である。発症風のテタのスパスミンと同様に菌体内で、産出された毒素は、死菌の自己誘拐によって、培養液中に放出される。ボツリヌス毒素は、分子量約150桁であり、手術のサイズの無毒成分と結合した。 複合体の形で産出される。複合体毒素は分子量の違いによって LL 毒素、L 毒素、M 毒素に分けられる。無毒成分は良を通過するときに毒素を胃液から保護し、小腸からの吸収効率を高める働きをする。分子量約150桁のボツリヌス毒素は、タンパク質分解酵素により N 末端より約50桁のところに、 切れ目が入ることにより活性化される。分子量約150桁のボツリヌス毒素は一本差で合成された後、重砂と軽砂とがジスルフィドを結合した二本差タンパクとして存在する。ボツリヌス毒素は主として重砂の C 末端側を使って神経細胞膜に結合し、細胞内へ取り込まれた後へ鎖の N 末端側が軽砂を細胞室内に移行させ、 細胞室内を移動した計算が酵素として機質に作用する。これによって神経伝達物質放出を阻害する。運動神経終末においてはアセチルコリン放出が阻害されることで神経筋伝達が失われ筋の麻痺が生じる。ボツリヌス毒素の C 型毒素は C1、C2、C3 型に分類され、他の毒素型のボツリヌス毒素と同じ作用機上、 示すのは C1 毒素だけである。そのため C2 毒素や C3 毒素はボツリヌス毒素ではない。C2 毒素はボツリヌス C 型および D 型が産出する毒素である。C2 毒素では C21 が A 成分であり C22 が B 成分である。ボツリヌス神経毒素とは構造および生物活性が全く異なる。C2 毒素は 水鳥の腸炎の原因として知られているが、それ以外の生物でも、肺や消化管での血管透過性更新などの毒性が知られている。ウェルシュ菌のイオタ毒素は非筋肉のベータ、ガンマアクチンだけではなく骨格筋のアクチンも就職するが、C2 毒素は骨格筋のアクチンは就職しない。トリプシンによって C2 には活性型の C2 イヤとなり、オリゴマを形成する。 細胞膜上の受容体に結合し、C21 と複合体を形成し、エンドサイトーシスの基準で細胞内に取り込まれる。エンドソーム内の PH が下がることで、C2 やオリゴマーがポア形成をして、C21 が細胞室内に有利し、アクチンを ADPD ボシル化する。C2 には、ウェルシュ菌のヨタ毒素の B 成分である IB と、 全体では39.0%相同性がある。IB と同様に4つのドメイン構造からなる。ドメイン1が、酵素成分との結合。ドメイン2が、膜侵入領域。ドメイン3がオリゴマー形成。ドメイン4が、細胞への結合へ関与している。ドメイン4は、ウェルシュ菌のヨタ毒素と一時構造の相同性がない。そのため異なる需要体に作用すると考えられている。 C22 が結合する需要体は N アセチルガラクトサミンや N アセチルグリコサミン、エルフコース、ガラクトースやマンノースといった糖載の結合したグルコプロテインと考えられている。C22 は多くの種の多くの細胞にエンドサイトーシスされる。しかし、RK14 という糖点異酵素であるグルクナック、T1 が欠損した細胞には取り込まれないことが知られている。ル菌は クロストリジウム属に属する、嫌気性肝菌である。河川、下水、海、土壌中など自然界に広く分布している。人を含む動物の腸内細菌層における主要な、抗生菌であることが多い。少なくとも12種類の毒素を作り、α、β、イプシロン、イオタの4種の主要毒素の酸性性により A、B、C、D、E 型の5つの型に分類される。 E 型ウェルシュ菌は、アルファ毒素とヨタ毒素の2種類の毒素を、主に産出する。イオタ毒素は、独立した2種類のタンパク質からなる2成分、毒素である。スタイルズとラキンズはヨタ毒素を生成し、毒素は互いに、結合や、相互作用がなく、イア成分と IB 成分からなる2成分毒素で、両者の共存化で、毒素作用を示すことを報告した。イオタ毒素は、 ボツリヌス C2 毒素や炭素菌毒素や、スピロホルム菌イオタドクソ様毒素などと同じ、ADP リボッシルカドクソ型ファミリーに属する。イオタドクソ遺伝子は E 型ウェルシュ菌のプラスミド DNA からクローニングされた。イア遺伝子、IB 遺伝子の順に並び、同じ方向で転写され両者の間に存在する、短い飛行度領域が243ビット P 存在する。 その塩基配列から推定される、イアのアミノ酸配列よりイアは454残基で発現する。エヌマ側の41残基のシグナルペプチドが外れて、413残基の分子量47,605のタンパク質として算出される。このプロトキシンから、エヌマッタンの13残基のプロペプチドが外れ、活性体は400残基である。 IB は876残機で発現され、N 末側の39残機のシグナルペプチドが外れ、836残機からなるプロトキシンとして、近体外に放出される。プロトキシンは、タンパク分解酵素の作用で211残機のプロペプチドが外れ、664残機のアミノ酸からなる分子量74,147の成熟タンパクとなることが知られている。 イアの推定アミノ酸配列と他のタンパク質の配列を比較するとスピロフォルム菌が産出するイオタドクソサマドクソの酵素成分であるサトは約80%と高いアミノ酸相動性を示す。さらに同じ ADP リボシルカドクソファミリーの酵素成分セレウス菌とバチルスチューリンゲンシスの VIP2 の配列とは32%の相動性が認められ、 C2 毒素の C21 とは10%の相動性である。百日赤毒素、大腸菌液熱性エンテロトキシン、コレラ毒素、ボツリヌス C2 毒素、ボツリヌス C3 毒素、セレウス菌殺虫毒素といった主々の ADP リボシル化酵素のアミノ酸配列には、方向属アミノ酸アーグ、方向属アミノ酸、疎水性アミノ酸セール THR セール、疎水性アミノ酸、グルー。 GLN-X グルーの配列はよく保存されている。この部位は、などの結合や、触媒活性に関与する共通モチーフと考えられている。さらに ADP リボッシルカ毒素の中で立体構造が明らかになっているジフテリア毒素やコレラ毒素などと比較すると、アミノ酸配列に相同性は認められないが、ADP リボッシルカ活性に寄与する触媒キャビティの 構造は著しく類似している。これら毒素、百日石毒素、ジフテリア毒素は AB 毒素として知られている。イオタ毒素は、致死、皮膚エシ活性、細胞毒性などの作用がある。イオタ毒素は、イアと IB の両方の投与で、致死作用を示す。すなわちマウスに、イア、IB の常駐をするとマウスは死亡する。マウスのいずれかの成分を常駐し、 120分後に他方の成分を常駐しても、致死活性が認められる。一方、イアを投与後、抗イア抗体、その後 IB を投与すると、致死活性は阻害されるが、IB を投与して、抗 IB 抗体、次にイアを投与しても、致死活性は阻害されない。モルモット皮膚エシ活性は、IB を皮下に投与後、イアを腹腔内投与しても認められるが、この逆の投与は、 活性を示さない。これらのことから生体内における毒素の作用は、IB が特異的な受容体に結合することによって、開始することが報告された。かつては、2成分毒素は単独では、生物活性は示さないと考えられていたが、IB が、ベイロ細胞において、モノマーで、細胞膜に結合後、7両体のオリゴマーを形成し、ラフトに集積後、形容有利を誘導すること、 さらに IB 単独でエンドサイトーシスを誘導して細胞内に侵入することが明らかになった。細胞膜上で7両体のオリゴマーを形成し、細胞からカリウムイオンの有利作用を示すが細胞子は引き起こさない。イヤは筋肉、または非筋肉の G アクチンのアーグ残機を ADP リボシル化する。一方、同じに成分毒素で、 ADP リボシル化毒素でもあるボツリヌス C2 毒素の C21 は非筋肉の、G、アクチンのみを ADP リボシル化する。イヤは、気質と食い性が広いのが特徴である。ADP リボシル化活性は、などプラスを、ニコチンアミドと ADP リボースに水解するなど、クリコハイドロラーゼ活性からなる。徳島分離大学の長浜正宏らは、イヤの分子中で、 高素活性に関与しているアミノ酸残機をアミノ酸痴漢とカイネティック分析より解析した。295位アーグと338位セール残機はなどの結合に関与し、295位アーグ338位セール380位グルー残機はノダセ活性に378位グルー残機はアルターゼ活性に関与していることを報告している。 さらに彼らはイヤトなど強結晶の X 線結晶解析を行った。彼らはその立体構造からイヤは N ドメインと C ドメインの2つのドメインからなることを明らかにした。これら2つのドメインはいずれも大きなキャビティを有し、非常によく似た立体構造を示した。イヤの N ドメインは酵素活性に重要なアミノ酸残機がすべて存在し、そこに などが結合する。イアの C ドメインは IB と相互作用すると考えられている。まとめると、イオタドクソの作用基準は IB モノマーが細胞膜の LSR に結合し7両体オリゴマーを形成し脂質ラフトに集積する。IB オリゴマーにイアの N ドメインが結合する。イアと IB オリゴマーの複合体はエンドサイトーシスで細胞内に取り込まれる。 初期エンドソームの酸性化により、イアが細胞質に有利する。有利したイアが細胞質のアクチンを ADP リボシル化して、細胞毒性を示す。イオタ毒素は、アクチンアーグ177に ADP リボシルグループを転移させる。A 毒素は非筋肉、筋肉のアクチン療法に採用する。G アクチンを ADP リボシル化するが、F アクチンには作用しない。 G アクチンが ADP リボシル化すると G アクチンの F アクチン15脳が消失し細胞骨格の構造が変化して細胞の変形が起こると推察されている IB 自体はアミノ酸配列は炭素金膀尿抗原と34%ボズリヌス菌、C2 毒素の C22 と41%の相当性を示す立体構造から4つのドメインからなる ドメイン1が酵素成分との結合、ドメイン2が膜侵入領域、ドメイン3がオリゴマー形成、ドメイン4が細胞への結合へ関与している。PA と IB のドメインごとのアミノ酸配列のそれぞれは41%、40%、35%、16%であり、ドメイン4の配列類似性が低い。これは、 両者の結合部位の違いと考えられている。また、ボツリヌス C2 毒素の C22 と、ドメインごとのアミノ酸配列は、ドメイン1は34%、ドメイン2は38%、ドメイン3は36%と高い相造性があるが、ドメイン4は相造性が存在しない。イオタ毒素の受容体はクロストリジウムディフィッシュルノに、成分毒素毒素である CDT と同様に、 LSR である。LSR は肝臓、小腸、大腸、肺、腎臓、副腎、清掃、卵巣を含む多くの組織でこう発現している。また、LSR 以外に CD44 も受容体である可能性が示されている。IB のドメイン4の一部である442から664アミノ酸残器からなるリコンビナントタンパク質。 IB442 から664は LSR と相互作用する。IB442 から664はアングビンジン -1 と言われるようになった。LSR は脳微小血管内皮にも発現しているため、アングビンジン -1 を用いると分子量5000程度のアンチセンソーリゴヌクレオチドが血液の関門を通過し、中枢神経系に送達される。 アングビンジン -1 は細胞毒性を示さず、マウスにも安全に投与可能である。スピロフォルム菌は人に対しての病原性の報告はないが、ウサギや血脂類の実験動物に調整中毒症を引き起こすことが知られている。調整中毒症のウサギから単理したスピロフェルム菌はウェルシュ菌のヨタ毒素に対する高血性で作用が 中和される、イオタドクソ様毒を産生する。この毒素は、イオタドクソのイオタ A 成分とイオタ B 成分と同様の2成分毒素で、ADP リボシル化活性を示す成分差と結合に関与する成分 SB からなる。イオタドクソ様毒素を産出する、スピロフォルム菌自体は、健康な人の糞便中や健康な鶏や健康なウサギの腸管内からも得られる。そのため、 スピロフォルム菌の病原性ヨタドクソサマドクソの関係性は示唆されているが、その因果関係は証明されていない。スピロフォルム菌のヨタドクソサマドクソの遺伝子は、ウェルシュ菌のヨタドクソ遺伝子が、プラスミド DNA に存在するのに対して、核 DNA から単理された。再電子、SB 遺伝子の順に並び同じ方向で転写され、 両遺伝子の間に存在する41塩基の非ード配列で分けられる。差は459残基で発現され、N 松川の44残基のシグナルペプチドが外れ、415残基の分子量47,429として算出される。SB は、近体内で879残基で発現され、N 松川の44残基のシグナルペプチドが外れ、 菌体外に有利する。エヌマズガは171残器が、プロペプチドでトリプシンなどのタンパク分解酵素で、切断され663残器のアミノ酸からなる、分子量73,986の成熟 SB となることが知られている。さは、同じに成分毒素の酵素成分である、イオタ毒素のややディフィシル菌の CD タと、アミノ酸配列で、 約80%の相当性がある。さらに SB は結合成分であるイオタドクソの i b e やディフィシル菌の CDTB とアミノ酸配列で約78%の相当性がある。一方でイア、サ、CD タはボツリヌス菌の酵素成分 C21 とはアミノ酸配列において10%しか相当性を示さない。この事実はサ、イア、 CD タと C21 が免疫学的に交差反応をしないことによく一致し、従って2成分毒素でも差は、イヤと CD タとは同じファミリーの毒素であるが、C2 毒素の C21 とは異なるファミリーの毒素である。さらに SB は IB と同様に炭素金棒魚抗原と33.9%の相当性を示し、同様の機能を有することが推察される。 イアの構造と機能からなど結合キャビティは、ベータストランドとアルファヘリックスで構成され、3個の触媒活性に重要なアミノ酸残器が存在している。イアの活性部位の構造は、コレラ毒素や百日ゼキ毒素のような他の ADP リボシルカ毒素と類似している。この配列は、サ、C データ、C21 で保存されている。サでは、アーグ九十四 グルーマイナス377、グルーマイナス379がこれに相当する。イオタドクソ様ドクソは、致死活性、モルモット皮膚エシ活性、細胞円形化活性などを有するが、いずれの活性も、サと SB の両者の共存下でのみ認められ、サ、または SB 単独では、活性が認められない。マウス致死活性はマウスにサ、または SB を、それぞれ100何以上混和し、 復腔内投与した場合に認められる。本毒素の細胞毒性は、他の2成分毒素の ADP リボシル化毒素と、同様に結合成分の SB が、標的細胞のレセプターに結合し、これに ADP リボシル化活性を有する差が、細胞内に、エンドサイトーシスの基準で侵入する。細胞内に侵入した差は、標的分子であるモノマージーアクチンを ADP リボシル化し、 その結果、アクチンの重合が阻害され、マイクロフィラメントネットワークが壊され、細胞の円形化が起こる。2成分毒素のうち ADP リボシルカ毒素ファミリーの酵素成分と結合成分を交互に組み合わせて、細胞毒性を検討すると、イオタ毒素、イオタ毒素様毒素、CDT は、お互いの酵素成分と結合成分を置換した場合、 いずれの組み合わせでも活性が発現するが、C2 毒素との組み合わせでは、いずれの場合も全く活性を示さない。また、C2 毒素感受性細胞に対して、イオタ毒素、イオタ毒素様毒素は感受性を示さず、細胞表面のレセプターが異なると考えられる。さらにイオタ毒素、イオタ毒素様毒素、CDT は互いに、免疫学的に交差反応を示し、SB と IB は、 炭素菌の二成分毒素の成分である防御抗原とも交差反応を示す。したがって SB は PA と類似した構造を有すると考えられ、SB と PA と同様の機能を有していることが示唆されている。一方、C2 毒素とはいずれの毒素も交差反応を示さない。セレウス菌は自然界に広く分布し、食品腐敗菌として知られている。 日より未感染として、敗血症、心内膜炎、髄膜炎、骨髄炎、気管支肺炎などを起こし、時に致死的である。バチルスチューリンゲンシスはもともと解雇の病原菌として、同定された。殺虫性血タンパク質の生産能が、セレウス菌との違いである。セレウス菌とバチルスチューリンゲンシスは2成分、毒素である。 昆虫殺虫性タンパク質を産出するものも同定されている。昆虫殺虫性タンパク質は結合成分の VIP1 と酵素成分の VIP2 からなる。VIP1 はボツリヌス C2 毒素の C2 に、イオタ毒素の IB や炭素菌の PA と相同性められる。ありがとうございます。